はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。今日はですね、トクのアカウントでパズドラ降臨ということで、何を見せてくれるんですか？ワクワクドキドキしてますよ。とりあえず、パズドラ降臨解放。はい、皆さんどうされてます？今やっぱりイベント来ててさ、そっちの話題とか結構そう、ね、ワーキャー言ってさ、なんかこっちがなんかねえどうなっちゃったのみたいなね、薄れちゃったじゃん。まあ私は初日でもう45にしてしまったので、まあ PN とかね、超地獄級で出てくるとあーとか思っちゃうんですけども、特は今どんな状況ですか？今もう、ありったけの宛名がこれですよ。え、すげえ。全然ないっす。待って、 PN 何枚あんの？プラゴが何枚？10枚ぐらい。そうですね、11。うん、結構きついですよね。45初日、超地獄級、SR が廃止されてから、廃止されてから45初日で作った人マジすげえなって思いますよ、やってて。え、これさ、 SR は何体いんの？2体3体いないんだっけ？3体ですね。3体だよね。ああそうね、私に関してはここは、食わせていきます。はいはいはい。PSR 用に残すっていう人もいますけども、まあそこは分からないのと、そうだよね、PSR を手に入れられるほどガチャもやらないもんね、はい、やらないんで、ここは同じように食わさっていくんですけど、それでも45普通にきついなっていう。え、これ仮に全部が2段階解放したら行くでしょ？でもは行くんじゃないですか。まあちょっとやっていきたいと思いますけど、これがだから2段階ずつ行けば、ここで R5 ができるんですよね。行きます。おい、だどっちかっていうとPR プラゴの方がきついもんね。おさん、来い。まあ、こんなもんだと思います。でもさ、2枚通して3つだったらいろいろ計算していけるよね。これ、まあここは1個で。これで R5 が1体目です。結構減り早いな、確かにこう見ると。これで一撃でいくかもしんないと。で一撃で行ってもらわないときついよね。そうですね、ペース的に言うと、まあ3は確定なんですけど。さあ必ず来い。もう一丁行こう。いや、一生懸命作ってる PN が速攻で。本当だね。いや、すごいっすよこれ。45作る人たちPR プラゴを2段階いかないときついもんね。そうですね、今だから別に変に2段階そんないかなくても後で行ってくれたらそっちの方がいいわな。はい、重みが違う。まあでも間違いない、これ石を結局相当使うか、うわ、石を相当使うか、まあ、PNR 大丈夫ぞ、 PR 大丈夫ぞ使わないといかないですね。うわ、でこれで PR がさっきのでいくついくかってことですね。ここ4いくと熱いっすね。熱い。3、もういっちょ。でも3いっただけよかった。いや結構危険っすよこれ。ちなみに SR 同士も食わせ合っちゃうんで、そこも今一旦食わせ、2までは確定だね。あれだ、2だね、プラス2。そう、 PR から2段階いく可能性を考えるとちょっと冷静にならないと。そうだね、今39確定ですよね。そう、 SR 同士だけ で PR5 をまず1体作って、ここも慎重にいく感じ。得はR 大丈夫も一体も使わない。まあ、ここは R 大丈夫でもいい気がするよね。いや、アテナもう、とりあえずいっちゃいます。で、さっきの PR に。地味に大事よ。ここで2行けば。大事よ。ここで2行って、向こうにも2行けば、希望がある。さあ、来い。よし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 。
よし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 、ここ2位通せばもう変な話 PR 直掛けでもいける可能性あるからね。あ、そうっすね。うん、6かと。なるほど、うん、いくかな、これですね。ここ2行こう。これでいかなかったらでももうきついっすね。ちょっと考え方変えなきゃいけなくなるからね。ここは2行こう。いけ、で、待って待って待って、こうなってくると3まではいって、でもいい、はいはい、 PR5 枚あったら2回ぐらい解放するぞ。だからその PR に1枚 PR に R 食べさせてじゃない、もん石あんまり使いたくないんですよね。石じゃないよね、使うのは。今で41っすよね。そう、プラス3。あと2段階解放なのよ、SR。あれいっちゃうか。PR5 を作った方がいいのかな？そう、の方が可能性が広がる。いきます、はい、ちょっと待って、それかもう一個の考えはもう PR 同士食わせて2段階狙うか。かなり危険な橋だけど、それイベントをやってる感じ、うん、全然落ちないんですよ、うん、PN が。で多分俺卵のドロップ率自体下がった感じするんですよね、それはあの超地獄級地獄級全部含めて、うん、まあ感覚のあれですけど、ちょっと待って、まあ、こっち使えば行くは行くんですけどね。でもとりあえずもう PR に R 突っ込んだらでPR5 作って食わせる。で、そこで2段階願おうよ。すいません。R が9あるってことは、うん、2体 R5 作れるんですよね。うん、使い切れば、うん。1回3枚でいきます。うん、8枚使って0。そんなことあります？いやー、だいぶ持ってねえな。3分の1のくじを8回やって1回も当てれなかったんでしょ。待ってくれよ。ちょ、マジかよ。じゃあもうこっち行っちゃう。これでもさ、俺こっちの方が通る確率高いと思ってて、まあ同じ確率なんだけど、俺は PR を SR に食べさせる方が解放はするのよ、俺はね。うん、うん、PR に R を食わせるのって俺も解放しないもん。一旦一枚いきます。一旦一枚、もうなんかわけがわかんない。迷子会ってやつですか。わけがわかるようになってきますけど、行けばいいんすよね。行けばいいん、行けいいんすよ。3分の1引けばいいの。引きます。3つのうちどれかを引けばいい。これ結構きついぞ。トク、俺これ45できます？皆さん本当どうやって45作ったんですか、そんな初日に。最悪、うん、この PR2 体に関しては
いやちょっと待ってください、僕の場合、うん、R2 体に関しても R 大丈夫使えば R5 がここで2体できるんですよ、ここ、うん、PR に関してもプラス2枚13枚あるってことは5は作れるね、2枚食わしても5は作れる、でも2段階いく可能性は分かんないから2体作れるってことはここいっちゃっていいんですよね、2枚は2枚はいっちゃっていい、うん、そういうことですよね、うん、PR に5枚食わせて5枚 PR 大丈夫と食わせても、だから2枚食わせて1個でも解放すればいくよ、ここそういうことですよね、うん、PR のここ食わせて、うん、いけばいいんですよね、いけばいい、俺も石使いたくねえ、いけちょっと待ってそう、嘘でしょ、これ最後の賭けですよね、うん、お願い、こいよ し, よし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 、あぶねいや半端ねえこれ、すげえわこれ半端ないですね、うん、で4は確定したから PR プラ5を作ればそういうことっすね、 OK だ、まずそこ R をどう見るかなんだよね、セーフティーに行くんだったらもうポンポンと作った方がいいよ、 PR の方が多いから、でも PR 大丈夫の方が大事じゃない、まあもちろんそうっすけどいやにしてもちょっとすごいなこれ、ん、ああダメですかねこれ、俺はね、俺のやり方はそうするよ、 R5 なんかもったいなくないですか、うーん、いやちょっと待って、いや渋すぎるんだよなこんなきついもんでしたっけ直掛けって半端ないっすよ、結局1枚も通んなかったもんな R 直であんなにいっぱいいた R が、悔しいな、45は間違いないんすよね、あ、そうそうそう、大丈夫、使えば、うん、うん、いや、きついわ、いや、冷静にこうだな、うん、で、行かなかった分は PR 大丈夫で、うん、いきます、最高で3ね、3です、2行きたいね、2は行きたいです、うん、いきます、はい、1は確定でございます、1はやめてくれ、1もう1個来い、もう1個来い、なんでこんな R 通んないの、きっつ、でここ2段階いけばいいな、せめてもな、残すあれもないけど、いやー2 マジかよ、まあひとまずおめでとうございます、まあでも結構使ったな、だいぶっすよ、特にしてはいやマジか、今強化パワーアップ中だからね、皆さんこういうこんな感じだったんですか、運は、運どうなんだろう、ね、運についてです運まあでも確率だから何とも言えないけど、いや SR を残すっていうその、うん、ことに関して動画でも、まあ、私たちも
ワンチャンそれが後々、うん、でかいかもしれないとかいろいろ言いましたけど、そんな余裕ね、そんな余裕ないっすね。PRR 大丈夫ぞ、ポンポンポポ行かないと、うん、私の見る感じちょっと凄まじかったな。あと2段階解放ほぼなかったな。ないっすね。いやまあでもここ渋かったんで、うん、まあ、次につながるかなと。そうだよ、パワプロの日ぐらいに、うん、あの喜ばせていただければ。いいことがあれば悪いこともあるから、私は許します、うん、コナミさんを。あの最後にどうですか、練習効果20持ったこのアテナは、どう、特はどう見てますか。まあ過去動画でも言ってると思うけど。そうですね、まあ、特はもうテンプレデッキには入るの、自分の中のテンプレには。いや、ここにルシを借りてんの、誰を借りてんの。特サンタシー50借りるようにしてますね。あ、まあカグラのとこ変えてもいいっちゃいいですけど、うん、前も動画で言ったんですけど、私の場合山口のところがこうルシファー入れれれば特殊能力のところで、まあ、伸び骨とか、うん、まあ、あとはルシファー筋力経験点くれたりするんで、まあ、カグラの持ってる全力でいうあのディレイドアームの骸骨の玉持ちとか、まあいろいろコツいいんだよね、相性バッチシなんだよね。伸びさえ取れればカグラのこの辺外しても済むんですけど、うん、伸びも多分サンタチだけからひねり出すって結構難しい。そしてカグラ外して、まあ、玉持ちも取れないってなると結構筋力経験点毎回の作戦多分2、300、伸びも含めたほんと400、500ぐらい多分減っちゃうと思うんですよね。それを考えると、まあ、こっちの方が安定する感じはしますね。なるほどね。ただ変化はボン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 伸ばせますね、アテナ入れれば。ちなみにディレイド取らないで折り辺を取るっていう発想にはならない。ならないですね、なしではないですけどね。なるほど。まあ、皆さんもですね、今回45作った方どのぐらいいらっしゃるかわからないですけども、まあ、皆さんの解放運であったりね、いろいろ教えていただければと思います。結局博士は何枚使ったの。 PR4 枚ですね。まあでもまだイベント期間ありますからね、うん、そうね、まあ、ここら辺で一発ちょっとご紹介できればという感じでありましたけど、うん、まあおすすめに関してはここはきついと思いますよ。どんどんドロップ率結構低いんで、まあ、やるなら超級。チケット3枚使うっていうのも痛いのかな。痛いっす、うん、超級もしくは、まあ、地獄級っていう感じで、まあ、最終日まで頑張ってもらって、うん、私みたいに、ね、PR を大丈夫ぞあんまりつかないようにやれたら多分それが一番いいと思うんで頑張ってください。はい、じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。